じゃあこの写真を見ていくとなるんですけども、交互平面に対して真ん中がこう、つまりいい写真であれば、はい、皆さんこんにちは、いろはの田中です。航空内写真2回目ですね。はい、よろしくお願いします。前回ですね、航空内写真を撮った時にまず評価するのは、十字に書いた時に正中のラインとこの横のラインがこう合ってると非常にいいですよっていうお話をしたと思います。で、じゃあこの写真を見ていくとなるんですけども、まずここですね、ここの交互平面がこの交互平面に対して真ん中がこう、この交互平面がこういう形、つまりいい写真であればこれがまっすぐになるはずなんですね。ところがこっち行ってこっち行ってこっち行った、はい、このような状態になってます。次、上です。上はですね、やはり全部が写ってないですね。例えば11の切端がまずカットされてしまっています。77の交互面がしっかりと写ってないです。はい、このような場合なかなかですね、評価するのは難しくなってきますので、きちっとですね、ここのところカットしないように写す。できれば下はなんですけど、下はこれでもいいんですけれども、ベストならばきちっとこの画角のですね、交互平面が写るような状態がベストだと思われます。はい、こんな感じで5枚法の航空内写真なんですけども、できるだけですね、今言ったことを頭の中に入れながら航空内写真を撮っていく必要性があります。あとは航空内写真を撮る際に関しては、まずスピーディーに撮らないといけないですね。患者さんのお口の中に大きな鏡を入れて、もしくは引っ張ってる状態で写真を撮っていくんですけども、患者さんはですね、実は人生の中でそんなお口を引っ張られたこと自体がないです。こんな大きな鏡をですね、お口の中に入れられたことがないですね。なのでまず練習としては、構えたらすぐに撮るっていうですね、練習が必要になってきます。で、その際にピントがずれないっていうのがポイントになってきますね。はい、以上です。見学面接ご希望の方はですね、こちらまでよろしくお願いします。